行きたい、よしよしよし。えい、あ、3、おいおいおい、だいぶいるじゃねえか、おい。ダブルキル。どうもー、鳥の爪団ソトです。家具や物に変身して殺人鬼から逃げるマルチホラーゲームプロップナイトがついに正式リリースされました。まず朗報なんですけども、発売してからまだ3日目にもかかわらず日本語翻訳のアップデートが来ることが発表されました。これは嬉しいですね。新たに追加される言語はですね、日本語、中国語の2種、韓国語の計4つになりますね。この動画を撮ってる時点で明日っていう発表だったので、この動画が公開されてる頃にはもうかなり配信間近になっていそうです。もし好評であればね、こういったプロップナイトの情報発信なども含め動画にしていきたいと思ってますので、よかったらぜひチャンネル登録とグッドボタンの方よろしくお願いします。今日も皆さんトップページのおすすめから来てる方が多いと思うんですけども、 YouTube のおすすめ機能ってまだまだ改善の余地があって、しばらくそのチャンネルを見なかったりするとおすすめに表示される頻度は減ってしまったりするんですよね。チャンネル登録やグッドボタンなど自分からアクションを起こしておくと、よりチャンネルの最新動画や情報を見逃さなくなるのでおすすめです。さて今回はキラー側でやっていこうかなと思います。ということで早速やっていきましょう。レッツかくれんぼ。さあということでやっていきましょう。ファームっていうマップですね。ここ一番難しいなって個人的には思ってるんで、うわー、どうなんだろう、いけるかな、どうしようかな。インポスターかバンシー、どっちか。おばあちゃんでもいいな、バンシー行くか。動画の中でまだ今んとこ、こちらのシスさんのキャラクターバンシーっていうんだけども、こちら使ってないのでこいつでいこうかなと思います。叫ぶ攻撃ができたり、あとは早く移動できたり、あとはねプロップマシンに呪いをかけたりすることもできるっていうキャラクターになりますね。さあとりあえず開幕そっち側から敵来ること多いんで一旦行っていきたい。よしよしよし。えい、あ、3、おいおいおい、だいぶいるじゃねえか、おい。ダブルキル。4人いたね、星草みたいのになってたけども。ああ、まだいるじゃない。どうしたの、おお、ちょっと待って待って待って、ゲームにならないぜそれじゃあよ。いきなりトリプルキルっていう開幕。嘘だろっていうぐらいだけども、はい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 、もう一回あなたを行きたいぞ。よし、ダウン。これが今叫び攻撃であんまりダメージ量としては大きくないんですけども、とはいえあの小さい瓶とかになってたり、ああいう干し草とかに対しては大きいダメージ入りますね。で今瓶になってるの周りにいたな、多分な。どれだ、ちょっと分かんないけど、うーん、まあいいや、とりあえずこいつ行こう。間に合うかな、ちょっとあの椅子が遠くなってるね。基本3回釣れば OK なんだけども、あと制限時間があるので、そこがこうなくなるとデッドバイデイライトと同じだと思うんですけども、その辺も2回でもアウトになっちゃうことはあるよねっていうところ。さあとりあえず、そうだよね、いた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 、あいつ体力あんまないね。でこの右クリックでガーってたまに移動してるんだけども、それはあの制限がありまして、100まで回復するんだけども、ちょっとまた回復までインターバルみたいのがあったりするって感じかな。やっぱりこのマップはもうマジで本当に難しいのが見失いやすいんですよね。今回初心者さんかな、あー、もうかかしになってんのバレてますよ。がっつりいったろ。ファームは本当油断してると全然脱出されるマップなんで、キラーやっててもやっぱ難しいんで手加減はしない。で男の子もさっきダウン取ったけど、あ、いたいたいた、これだね。そこの、車のところだったかな、なんか台車みたいのがあって、そこにも椅子があるんで持っていこう。救出されたね、さっき縛ったやつね。で今ガーンってなったけども、あれがね、あの呪いを付与してるプロップマシーンを修理したよっていう証ですね。こっちです。どこだ、どこ行った、あ、そこでした。こんな感じで今、あ、見失ったなって思った瞬間でも、今の叫び攻撃でちょっとしかダメージ入らないけども、それがとどめの一撃になったりすることも結構割とあります。あ、そこだね。そこでジャンプしてる音が、基本キラは音で索敵していく。ただこのトウモロコシ畑はやっぱ見失いやすいんで、スルーでもいいかもな。
内側のあたりで今、ああいたな今。一瞬チラッと黒いのが見えたな。ああ、キャベツ。どうも、あ、椅子の近くでありがとうございます、わざわざ。はい、ガンガン釣ってくよ。これはさすがにいけるでしょう。その石、バレてますよ。そこに石はありません。さあ、あなたも、お打物かな、そろそろ。もう3回目になってる人、じわじわ出てきてもおかしくないんじゃないかなっていうところだけども。やっぱね、マップがね、このファームに関しては広いんで、こういう範囲攻撃みたいの持ったキャラクターとかの方が戦いやすいかな。あとおばあちゃんで釣るのに成功した後、しっかりそこを固めていく感じでナイフの罠を張るとかね。やっぱやればやるほどね、いかに不意打ちをかましていくかっていうのが重要な感じしますね。ここあったっけ？ここあるか。炙り出すゲームって感じなのかな。の場所に2人とも行ったっぽいよね。あ、そっち側だね。でトウモロコシかなんかに今なってたな。赤いのが一瞬ちらっとトウモロコシの形してたよね。何に化けてるかっていうのをその音で判断していくことが割とできるので、こう索敵のヒントとしていくのがいいかなって感じです。これでもトウモロコシのまんまか。これかそんなことはないか。あ、いた。バケツの中のあなた。こういう感じで本当にわかんねえってなっても意外と、あ、やべ、これまずい。椅子がないんだよな。そっちがもう間に合わないかもな。ここ使い切っちゃってるんで。広い範囲に対して与えられるのはやっぱり強いよね。ちょっと逃げられて石になって、いるじゃないか。おう、どうもすまないね。そこで今いじってたね、プロパシーン。いや、バレてるって。ここかな。はいはい、お疲れ。どうだろう、ちょっと時間的にもう一試合行ってもいいかもしれないですね。これで全滅かな、間に合うかな。よし、オッケー、いいじゃない。プロパマシーン1個も修理できませんでしたね。ちょっともう一試合つないでいきましょう。来ました、新マップ。ここが動画でお伝えしたかった、なかなかマッチングしなかったんだけども、よし、じゃあここでどうしようかな。いや、バンシーの回にしよう。今回はバンシー使っていきましょう。また別の新キラーとかは別の動画として出したいなと思ってます。さあ、でも動画的にこれがこううまいことなるかどうかは話は別なんだよな。頑張っていこう。とりあえずな、やっぱほんとね、サバイバーでも上手い人はとことん上手くて、どこに行ったか全然わかんないとか、普通にこう顔面にスタン当ててくる人とか結構いるんで、油断ならないですね、本当に。さあ、行くぞー。ここが本番みたいなところあるわ。で、ここのマップに関しても、てかまあどのマップでもまあ基本そうなんだけども、開始地点っていうのがもう固定されてるんで、あ、今、そっち側行ったよね。見えてんだよな。ああ、気づいてないぞ、あいつ。ほい。ピンがそこに隠れてんの見えてます。ピンの方が今、これ、体力に関しては、少なくなってるんで、こっちを狙ったって感じかな、イメージ。よしよしよし。とりあえず、やって。で、そっち側、今、修理してたのいたけども、一旦呪いここ入れとこうか。お、救出したっぽいんで、ああ、そっち側行ったね、ピン行った。まだ今スクリーム使えないけども、そっち側行って、これがね、こうなかなか回復が遅いから、よいしょ、はい、どうも。あ、オッケーオッケーオッケー。なんかもう一人一瞬いるように見えたけど、気のせいか。なんか埋まってるもんね。バグかな。結構バグもね、ちょいちょい頻繁に起きるから、そういう感じだったのかもしれない。そっち側は、こっちは修理してないね。あー、左奥だね、多分。あ、3人とも同じ服装か。あの子が修理してた。あ、いるな、いた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 、キノコだね。これがね、わかるんだよな、ほんと。便利だわ、これ。強すぎ。あー、いいです、いいです。スタン狙ってきてんのかな、コップかなんかが。ちょっと怖いね。よしよし、間に合うから。よしよしよし。ギリ間に合った。オッケー、逃げないとあんたも危ないぜ。あー、うまいな、逃げられたかな。左側こっち展開か、こっちが行ったのかな。あー、当たんないか。
と一旦ブレイクして呪いも入れておきます。ここの修理結構進んでるんで、となるともう一人はこっち側修理か。あ、してないね。お、救出したね。戻っていきましょう。はいはいはい。キャー、届かない。そこ、あー、この辺ちょっとチェイス難しいエリアだからやだな。そっち側は逃げる場所ないんじゃないか。オッケー、一人そろそろ排除になってもおかしくないかなって感じではあるけども、あ、いいよ。あ、オッケーオッケー、一人消えましたね。いいぞいいぞ。さあ、ここにも呪いを入れといて、で戻ろう。そっち側の呪いが反応してるんで、今そこ修理してるよっていう感じですね。ここら一体、いや、いないか。近場で隠れてほしいんだけどね、できればブレイク入れといて。隠れてなさそうなんで、あ、そっちの修理終わったね。教会の中のやつかな。さらにばらけてんのかな。そこ行っててもおかしくないと思うけど。あ、いた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 。この影に隠れたかな。瓶の音がしたのかな。いや、こういう時にスクリームがあると便利なんだけどね、追跡。どこ行ったかわかんないな。ここの瓶を使ったのかな。あ、いた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 。キノコ。はいよ。えい。そういう今周囲にあるものが何なのかっていうのを考えながら、その音で索敵していくっていうのかな、そういうイメージでですね。でそっち側今呪い付与してて、変身したのがちょっとどこ行ったかわかんないんで、一旦ブレイク入れとこう。こいつかな。これではないか。あったっけ。あるか。いや、やっぱ難しいな。隠れられちゃうとね、やっぱ簡単には見つからないから。助けてないか。30秒切るけど、そっち側は修理してなさそうだな。となるとやっぱ教会方面を結構がっつり修理してる感じかな。あ、ここも割と修理進んでるな。ここ呪い入れとこう。もう一回修理したいよってなるだろうし。あ、いた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 。どうも、キノコバレてますよ。はいよ。よいしょ。オッケー。そこに椅子あるから、そこ持っていこう。オッケー。これで残り2人だね。あ、ここはやってないんだな。あー、ちょっとドア壊しとこうかな。オッケー。あとでチェイスが有利になるように、この辺のドアも壊しとこう。じゃあ戻りましょう。救出されたんで。あ、そこやってるね。どうも。スクリーム当たんなかったな。あれはもう有効射程じゃないんだな。結構遠くも届くのかなって思ってるけども、意外と届かなかったな。あー、ここあれだな、椅子が近くにないから、もしかしたら間に合わないか。いや、ギリ間に合いそうだな。よし、 OK。 おっと、スタン狙いに来てたファンがいたけども、ああいう風にスタン狙わそうな時っていうのは、はいよ、はい、あの自分もね、こう運んでる時にジャンプしながらやるとスタンを回避しやすかったりするんで、頭をなんていうの、上に持っていくっていうのかな。そういうイメージでやると弱ったりします。 OK、 全滅ですね。まあ割とこう短めの試合2本でちょっと今回やってきました。ちょっとまだね、プロップナイトの動画どういう感じで出していくか自分自身もね、探りの部分あるんですけども、2試合構成もありかもしれないかな。よかったら皆さんの感想なんかもぜひコメント欄で聞かせてください。ということで、今後のプロップナイトの更新気になる方はぜひチャンネル登録して鳥の爪に入団してみてくださいね。グッドボタンの方もよろしくお願いします。ということで、今回はこの辺でまた別の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。